韓国での防衛白書が公開されましたが、日本を格下げ周辺国へとなり、日米が共に反応しています。日本政府は今後やはり扱いを検討するべきだと国民の意見を入れていく方が得策でしょう。韓国にある F-35A ステルス戦闘機は一体どうなるのか気になるところです。しかし、中国のスパイとして動いているのかもしれません。国家全体でね。では、気になる F-35A 戦闘機の実情を見ていきましょう。日本の航空自衛隊と同時期2019年3月にアメリカから F-35A ステルス戦闘機導入を決定していた韓国に最初の機体が到着しました。同年末までに13機が納入される予定ということです。引き続いて翌年2020年には13機、翌々年2021年には14機がアメリカから引き渡される見込みとされ、3年間で計40機を購入するという予定が順調に進捗している模様です。では日本はどうでしょう。A 型および B 型の2タイプの F-35 ステルス戦闘機の購入が決定しています。数は合計で147機ということですから、韓国の40機は思いのほか少ないと感じますね。購入価格ですが、日本では2023年までに導入される F-35A/B ステルス戦闘機の平均単価が約116億円と報じられました。しかし、韓国は日本の価格より安く購入する契約を結んでいると言われています。ということは、アメリカは日本に高く売りつけたのか、と、勘ぐってしまいますが、ちゃんとした理由があるのです。日本向け価格が高いのは、F-35 ステルス戦闘機の技術移転、一部のみ、機体の最終的な組み立て、そしてメンテナンス用の整備場までを、すべて含めた契約になっているからです。韓国がアメリカと結んだ契約には、このような内容は含まれていません。つまり、韓国はアメリカで作った機体を購入するのみということです。実は、アメリカとの契約でも、特にメンテナンスが運用上のネックとなると推測されています。韓国政府はメンテナンス範囲については交渉の余地があるとアメリカに匂わせているようです。気を持たせているとも思ってしまいますね。もちろんアメリカとしては日本の整備場を韓国にも活用する方向で進めたいのが本音でしょう。しかし韓国側はどうでしょうか？韓国が日本の施設を借用して自国の戦闘機のメンテナンスをする。そんなことは想像しがたいですよね。そして政治的にもそんな事態はありえないと思われます。ただし、アメリカの考えは違うようです。2019年9月時点で韓国との契約にのっとり、韓国空軍の F-35A ステルス戦闘機のメンテナンスは日本の整備拠点で行うようにという指示を出しているのです。言うまでもなく、この指示を韓国は受け入れたくないはずです。だからこそ、韓国内に
整備拠点を設置する動きを見せているのです。この事態の決着はなかなかつきそうにありません。もともとの韓国とアメリカとの契約には韓国の F-35A ステルス戦闘機は日本もしくはオーストラリアに設置された整備拠点でメンテナンスを行うことが義務付けられていましたから、今さらそれをめぐって揉めるのはなんだかなという感じがします。ではアメリカはなぜこうした条件を契約に入れているのでしょう。それは F-35 戦闘機のメンテナンスまでをすべて含んだ契約を結んでいる。日本やオーストラリアへの配慮が一つと言われています。日本やオーストラリアには様々な条件付きで高い契約を結んでいるのに、後発の韓国はその条件がないというのでは確かに不公平ですよね。もう一つは経費の効率的な分配を考えた戦略のためと見られているようです。最大でも60機前後程度と思われる韓国空軍ですが、仮に韓国内への整備拠点建設を許したとしても、1機あたりの整備経費は逆にかなりの高額になると予想されます。また、韓国といえば、インドネシアとの共同開発を謳う国産の KFX。戦闘機開発計画の問題もあります。この KFX は 4.5 世代とも言われている。戦闘機で、ステルス性も備えていると思われています。当然、世界の注目を集める機体の一つでもあります。開発計画は、かなり前、2001年平成13年に韓国空軍士官学校の卒業式で、当時の金大中大統領が発表しました。それから時を経て、2019年、令和1年、10月、首都ソウルで開催された航空宇宙防衛展では、この KFX 戦闘機の原寸大のモックアップ、模型が初めて披露されました。しかし、共同で開発を行うはずのインドネシアの姿勢が積極的というより、逆に後退しつつあるように感じられるのです。というのは、同月末にインドネシア空軍の高官の発言があるからです。この人物は、アメリカの F-16 戦闘機の最新型である V 型ブロック70を購入する予定であると表明したので、インドネシアの意図が明らかになったというわけです。もともと、インドネシアは経済悪化を理由に、韓国と共同事業であるはずの KFX 戦闘機の開発にかかる分担金すら払えない状況でした。ということは、アメリカから F-16V 戦闘機が購入できるのかと心配してしまいそうですね。さて、問題の韓国の KFX 戦闘機ですが、韓国だけで120機すべてを調達するのに必要な経費は1機あたり140億円ほどとも言われていて、費用対効果では何とも不経済な金額に感じられます。ちなみにこの単価はインドネシア空軍が希望している F-16V 戦闘機を新規に32機購入した時の台湾の単価が約128億円でしたから、それを上回る金額です。ということは、メリットのない価格というのが明らかですね。最新の第5世代戦闘機である F-35A ステルス戦闘機をアメリカ本国で調達した場合の1機あたり価格は、
およそ84億円まで下落したそうです。これでは、KF-X 戦闘機の優位性は、ほとんどなくなったと言わざるを得ません。韓国が、KF-X 戦闘機を、当初の開発費単独金額で追加費用なしで、120機製造したとしても、1機あたり単価は約76億円という、計算になりますから、4.5 世代機に見合う金額とは言えません。ただし、インドネシアが目指す方向にも、多少の問題はありそうです。それは、東ティモールをめぐる問題です。1976年、昭和51年が続いた。インドネシアの東ティモール支配は、2002年、平成14年の独立をもって終了したのですが、その後も混乱や紛争があり、インドネシアへの厳しい視線が注がれ続けていました。その結果、インドネシアと西側諸国との間には、溝が生じました。それを考慮した上で、アメリカは F-16V 戦闘機を、インドネシアに売却するのだろうかという疑問もあるのです。ということで、韓国に多少の希望はあるようですが、肝心の KF-X 戦闘機に根本的な問題が存在しているというのです。それは戦闘機の核心、コアともいえる重要な機関部を韓国内で国産できないという部分です。加えて兵装についても同じくアメリカやヨーロッパ企業に依存せざるを得ない状況なのです。韓国にとっては非常に悔しいことでしょうが、どうしようもないということでしょう。しかし、この事実は、日本はもちろん、多くの国が戦闘機の開発に関して、直面している同じ問題と思われます。ということは、一国単独での戦闘機開発は、アメリカ、ロシア、中国などの軍事大国でしか実現することはできないのかもしれないと考えられます。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。とうとう、XF-1 プロトタイプエンジンの存在が世界にバレてしまいました。とはいえバレていましたね。今回は、XF-1 プロトタイプの話をしていきますね。
長年の悲願だった純国産ジェットエンジン XF9-1 IHI 社製が完成しました。カタログが示しているスペックはかなり高い推力を示しています。このエンジンが次期 F3 戦闘機に採用されるかどうかもまだ不明ですが、ある国が非常に気にかけているらしいという噂が入ってきました。2018年、平成30年、F3 ステルス戦闘機計画が閣議決定され、予算化までこぎつけました。試験ですが、早いというより、むしろ遅かったという感じがしています。これからの第6世代戦闘機は、様々な形があるようですが、現在活躍している F-35 戦闘機以上、はるかに優れた性能と戦闘機には、もはや必須条件の、ステルス性の双方を兼ね備えたものでなければ、意味がないでしょう。この新型は、双発エンジンになるでしょう。双発エンジンというのは、左右の主翼に、エンジンを1機ずつ設置したものです。現在の F-35 戦闘機は、片方に1機乗せた単発エンジンです。この双発エンジンを2タイプは製造しておくと、将来的には護衛艦、出雲や加賀の甲板上での運用も可能になると思われます。と言っても、どこまで計画が進むかは、まだまだわかりません。ここに来て、今更、F-22 戦闘機に、ハイクオリティなどは不要です。目指すのは、最新鋭のその先を目標にして開発されることになります。いよいよ、日本悲願の国産戦闘機の登場になるのでしょうか。この F-3 戦闘機計画には、エンジン部分が非常に重要ポイントとなります。ここの選択を間違うだけで、日本の損失は計り知れないものとなり、ひいては周辺国への防衛力が低下することにつながります。しかし、さすがは日本です。高性能なジェットエンジンを開発しています。これは自画自賛になりますね。では、そのエンジンについて紹介していきましょう。2018年6月、日本の航空軍事市場においてエポックメイキングとも言える出来事がありました。プロトタイプの1機だけですが、ジェットエンジンが開発メーカーの IHI 社から防衛装備庁に納入されたのです。これは話題となりました。このジェットエンジンが XF9-1 と呼ばれる航空機、戦闘機用のエンジンです。しかも、現在の国際的スタンダードで比較しても、他国製品に全く引けを取らない、高い性能を持った画期的なエンジンと言えましょう。今回、防衛装備庁に納入された XF9-1 エンジンは、アフターバーナーを使用した場合の推力は15トン超えです。F-22 ラプター戦闘機の F-119 エンジンが、同じ状況では 15.9kg ですから、これは全然遜色のない数値と言えるでしょう。ちなみに F-35 ライトニング2戦闘機ですが、F-135 エンジンのアフターバーナー使用時の推力は 19.5 トンとなっています。数字を見れば XF9-1 エンジンのそれを上回ってはいますが、これは、プロトタイプですから、どう考えると、
今後の性能向上も十分期待できると思われます。アフターバーナーについて説明しますね。エンジンから排気ガスが放出されますが、これに直接燃料を噴霧してもっと燃焼させることによって推進力を高めるシステムのことです。 XF 級の1エンジンの場合はアフターバーナーがなくても11トンの推力が記録されました。XF 級の1エンジンが注目を集めた理由ですが、従来はこのような1000級の性能を獲得するのは難しかった国産エンジンの分野において、世界に通用する性能を実証できたということが原因と推測されます。実は、現在就役中の航空自衛隊 F2 戦闘機を国内ではなく、アメリカ製の F16 戦闘機を土台にして開発すると決定したときに、その大きな理由の一つが戦闘機に搭載するエンジンを自国で開発ができないためということを考えると、まさしく快挙と言えるでしょう。ざっくり言うと、戦闘機の重要部分であるエンジンが日本で作れないから、戦闘機自体をアメリカ製の真似をして作らざるを得なかったということだと思われます。実は当時も日本独自で戦闘機開発を目指そうという意見がありました。しかし政治的な思惑やこうした機関部分を国内で製造するのが困難だったという現実に鑑みれば諦めざるを得ませんでした。こうした過去を考えると今度こそいよいよ国産化エンジンに目処がついた状況になったということで悲願達成という言葉もあながちオーバーではないでしょう。くしくも F2 戦闘機の後継機である F3 戦闘機はアメリカとの共同開発と言われていますが、XF 級の1エンジンが完成したことによって、日本が新しい選択肢を得られたことに間違いはないでしょう。XF 級の1エンジンは、現在の戦闘機用エンジンに求められる必須条件である。小型、軽量という要素をクリアしていますし、それに加えて15トン以上もの推力確保に成功していることが素晴らしいと言えるでしょう。具体的な各部分のデータを紹介しましょう。前述の F22 ラプター戦闘機 F119 エンジンは全長 5.16M、直径 1.168M ですが、XF 級の1エンジンは全長 4.8M、直径 1M ですから、コンパクトサイズに出来上がったと言えるでしょう。戦闘機の推力だけを強めるためのエンジンを製造するのなら、多少サイズを大きくすれば、比較に簡単に可能と思われますが、XF 級の1エンジンのようにこれほど小型でかつ強力なエンジンになったというのは最大のメリットでしょう。というのは現在の戦闘機の必須要素と考えられているのが機関部の
ダウンサイズ小型化です。これはステルス性能をアップさせるためでもあり、同時に兵装を機体内への収める場合の積載量を増やすことも可能にさせるメリットがあります。もちろん、ステルス戦闘機を日本で独自に開発するということになれば、このような兵装収容用のウェポンベイ、爆弾層の技術的ノウハウなど、様々な課題が発生してくるでしょう。しかし、最大の関門ともいえるエンジンの小型化がクリアされているので、何とも心強いと言われています。その他の出来事として、2019年6月の航空見本市において、F9 の1エンジンの水力変更ノズルが開発中であることが公表されました。これにより、実用化に向けた準備が着々と進行中であることが世界に強く印象づけることになったようです。ちなみに、水力変更ノズルというのは、ジェットエンジンの排気の方向を変化させることによって、進む方向を調節する装置のことです。XF9 の1エンジンの場合は、ノズル式の同装置によって、最大20度の、角度内で、機体のコントロールができると言われています。開発は進む XF9 の1エンジンですが、次期、F3 戦闘機自体の着地点が未だに決定していない状況です。このままでは、せっかくのプロトタイプエンジンが活用できないのではないかという最悪のシナリオも予想されているそうです。しかし、ここで注目すべきニュースがあるのです。この XF9 の1エンジンに関して当事国である日本よりもある意味で気にかけている国があるらしいということです。次期 F3 戦闘機が気にかかって仕方ないのか折に触れてニュースで取り上げている国がありのです。しかもその取り上げ方といったら未だ何も決まっていない。要するに、ゴリ夢中状態のこの計画を、自国の安全保障が脅かされると、強行状態もどきの論調なのです。このヒステリーじみた国こそ、お隣の韓国です。お互いに、日本が仮想敵国と考えているだろう。中国ならわかりますが、韓国はアメリカの同盟国という同じ立場です。なのに日本の F3 戦闘機開発についてはまるで明日にでも日本に攻撃されると言わんばかりの警鐘を鳴らしています。決定にはまだまだ時間がかかりそうな次期 F3 戦闘機計画にそこまで注目されると、日本の技術を過大評価されているようで、嬉しいような、呆れるような、入り混じった思いになるのですが、ここまで一方的に日本を、仮想敵国だと思い込む韓国の姿勢には、悲しさを通り越して、呆れるばかりです。韓国は、原潜や航空母艦を所持したいようですが、この国の軍備はどこを目指しているのか他国のことですが、韓国の迷走はまだまだ続きそうに思われます。
こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。奄美大島海峡を中国原子力潜水艦が通過後、太平洋へと向かった2020年6月のことだ。海上自衛隊からは B1 哨戒機、護衛艦加賀がすぐさま現地へと向かい、対応任務に当たった。日本では中国の潜水艦はデータ取りできており、今回は逆に日本の潜水艦への対応力を試しているようだ。そこまで日本を甘く見ない方がいいだろう。なぜなら、さらなる次期潜水艦の開発が進んでいく。では、そう、流型潜水艦の次は、どんな潜水艦か見ていこう。軍事技術には、様々な新機軸が投入され、それが定着することもあれば、一定の条件を満たすものへの導入に止まる場合も多いが、そうした技術の潜水艦の代表例がポンプジェット式推進だろう。潜水艦におけるポンプジェット推進は、アメリカやイギリス、フランス、そして、ロシアと中国などのほぼ一部の原子力推進型の潜水艦への限定的な導入に止まっている推進方式となっている。この最も先進的に思えるポンプジェット式推進が一部の潜水艦のみに採用されるに止まっている最大の理由は、最大でおよそ30ノット以上の高速でなければ、従来のスクリュープロペラに効率で劣るためだ。アメリカ海軍が当時のソ連をあらゆる面で凌駕するために、惜しみなく、コストと技術を投入したシーウルフ級潜水艦には、ポンプジェット推進方式が採用されているが、水中最大速度は35ノット以上とも言われている。これに比して、海上自衛隊の潜水艦は、もちろん通常動力型であり、最新鋭の、そう、流型、闘竜などでの水中最大速力は20ノット以上と、低速であるため、ポンプジェット推進は採用されていない。海上自衛隊の装備品としては、潜水艦の兵装ではあるが、最大速力40ノット以上を誇る97式魚雷や89式魚雷にはポンプジェット推進が用いられており、その速度での優位性を取り入れたものとなっている。ポンプジェット推進は、推進する本体が周囲の水を取り込んで、それを勢いよく噴出することで、高い推進力を得る技術であり、潜水艦以外でも高速な水上艦艇に採用され、レジャー用では水上バイクなどに用いられている。前述したように、およそ30ノットを超える速力以下では、エネルギー伝達効率が既存のスクリュープロペラ方式に劣るほか、機構が複雑な上、それゆえに高価になりがちな特性が採用される艦艇の種類を限定しているんだろう。反面、ポンプジェット推進のメリットとしては、高速を実現できることに加え、噴出する水の向きを調節し、進行方向を変える特性上から舵が不要となり、かつまた、水深の浅い状況下でも航行させられる点が挙げられる。
ただし、これらのメリットのうち、ポンプジェット推進を採用している潜水艦が目的としている部分は、やはり、水中航行時の速度にあると考えられ、それ以外は、副次的な特徴に過ぎないと言えるだろう。ちなみに、通常動力型潜水艦において、2020年現在において、最新の仕様と、なっているのは、X 字型の舵と、1枚のスクリュープロペラであり。そう、流型も、ここの構成を採用している。X 字型の舵は、それまでの十字型の舵を進化させた機構で、十字舵の場合、4枚が、それぞれ、上下左右の向きを担っていたものを、仮に、どれか1枚が破損したとしても、他の3枚でカバーできるように、改良されたものだ。加えて、十字舵の場合には、海底への接触で、舵を破損することの、ないように、舵自体が、船体を超える長さにはできないが、これを、X 字にすることで、長さ、表面積とも拡大することができるため、運動性能が向上している。これは、具体的には、十字舵の親潮型潜水艦と比べ、X 字舵の、そう、流型は、約3割の旋回性能の向上を実現、浮上に要する時間も、短くすることに成功しているとされ、より機敏な動きが、可能となっている。また、かつての潜水艦は、スクリュープロペラが2機だったものが、近年では、1機となり、それに伴い、スクリュープロペラの羽の枚数自体も3から4枚が、5から7枚へと増加する傾向が見られている。これにより、スクリュープロペラの羽の形状も、3から4枚の頃の全体に幅が、広面積なデザインから5から7枚では L 字型に尖ったような形状に変更され、潜水艦で重視される静粛性の向上が図られた形状となっている。身近な存在では、現在の家庭用の扇風機などでも5から7枚の羽を持ち、その形状は L 字型をしており、これも、稼働時の風切り音を抑えて、静粛性を高めるという潜水艦と同様の効果を狙ったものと言えそうだ。海上自衛隊では現在の最新鋭艦の双流型に続く3000トン級の潜水艦も建造を開始しているが、こちらも、そう、流型の能力をさらに、高めたその延長線上にある仕様と召され、新機軸は少ないように見える。すでに、この3000トン級潜水艦の次級となる艦艇の設計も、開始されているようだが、いかに、リチウムイオン電池がその能力を高めても現状ではポンプジェット推進を有効にできるとは考えがたいようだ。しかし電池技術の進歩以下によってはそうした予想を覆し、ポンプジェット推進のメリットを活かせる通常動力型潜水艦が建造される可能性もゼロではないかもしれない。現在のリチウムイオン電池をしのぐ可能性のある電池としては、固体電池。
空気電池、燃料電池など複数の方式のものが、基礎研究の段階から実用化に向けた段階へと進化していくこともあり得るだろう。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。近年、日本では双竜型潜水艦計画、12潜水艦の建造が終了。最後11番艦奥竜と12番艦東竜は、リチウムイオン電池搭載の潜水艦となる。その通り、静粛性は世界でトップだろう。通常動力型潜水艦しか所有できない日本にとっては、リチウムイオン電池の進化によって原子力潜水艦よりも優れた性能を手に入れることとなった。これは、時代がもたらした画期的な技術の恩恵を受ける。しかも、日本の技術力もまた諸外国とは違っている。豪州が仏よりも日本の計画をと後悔しているだろう。中国もまた尖閣周辺を潜水艦で接近しているとの話もある。海底では、どんな行動をしているか地上からはわからない。海底と空、海上からいつも潜水艦の動きを見つけている。では、中国の原子力潜水艦が奇妙な動きを見せた映像があるのです。この奇妙な動きをした原子力潜水艦の話をしていきましょう。少し前の話です。2018年1月、宮古島及び尖閣諸島の一つである大正島の接続水域、領海に接する一定範囲の公海を潜航しながら日本の領海に侵入していた。中国海軍の 093B 型原子力潜水艦。この艦については、写真もほとんど公開されていませんでしたが、中国国営テレビの映像の中に 093B 潜水艦が映っていたと報じられました。中国国営 CCTV、中国中央電視台は海軍の報告として、黄海と渤海で行ったとされるミサイル兵器システムの攻撃訓練の映像を放映しました。その映像の中に、他の艦艇とともにこの 093B 型原子力潜水艦が含まれていたとらしいのです。CCTV で放送された映像のスクリーンショットを掲載します。093B 型原子力潜水艦と言われています。そして、こちらが2018年1月に
日本の接続水域に侵入した潜水艦です。上記の 093B 型原子力潜水艦とそっくりでしょう。この 093B 型原子力潜水艦の特徴は、セール、海後方の付け根に備えられているミサイルを収める台形状の膨らみです。また、十字となっている方向舵の上に構造物も見えます。今回放送された映像と比較してみると、1月に侵入した潜水艦と同一艦と思われます。といっても、093B 型潜水艦 G 型を含むは、2015年以降に複数が就役したそうですから、果たしてこれが接続水域に侵入してきた潜水艦なのか否かは依然として、はっきりしません。では、最大の疑問といえる中国原子力潜水艦はどうして浮上したのかについて推理していきましょう。状況の推移を説明します。防衛省の発表ですが、2018年1月10日、海上自衛隊護衛艦トライ5航空群所属の哨戒機 P3C は沖縄県宮古島の東北東の接続水域を北西に進行しつつある潜水艦を確認したそうです。前述の通り、接続水域というのは公海ではありますが、領海に接しているため、一定の権限を行使できる水域です。ですから、海上自衛隊は、この潜水艦を2日間追跡しました。2日後の12日午後になって、尖閣諸島、中国名は、長魚島北西の東シナ海の公海に浮上し、中国国旗を掲げた同潜水艦を、海上自衛隊が確認したそうです。尖閣諸島は今更説明しなくても、日本と中国が領有権をめぐって対立している当初です。その付近を中国艦船がうろうろしているというのは、よくあることなのでしょう。気分的には、自分の家に土足で踏み込まれたようで、不愉快ではありますが、当時の防衛大臣小野寺御殿氏は1月15日、この中国の潜水艦は、小球と呼ばれる093型原子力潜水艦であるという、分析結果を発表しました。小球は新型の攻撃型原潜で、長さは 110m。水中排水量は 6100トン、最大速力30ノットと言います。加えて、長い射程距離を持つ巡航ミサイルも搭載できる。原子力潜水艦ということです。かなり高性能な原潜ではないでしょうか？さて本題に戻りますと、日本の接続水域に侵入した中国の最新攻撃型原子力潜水艦は、公海でなぜ浮上して国旗を掲げたのか、ということです。潜水艦には、ステルス性、隠密性が非常に重要視されるというのは、軍事的には当然すぎることです。なのに、あえて浮上して、自分の居場所を明らかにしたという不自然さに、中国国内では、様々な推測が飛び交いました。海外の中国語メディアの分析では、原潜、小球、
が浮上し、国旗を掲げた理由は、一日本へ尖閣諸島の主権を主張しようとした。二日本の海上自衛隊による対潜水艦作戦のせいで追跡を振り切ることが不可能だったため、やめむなく浮上し、身元を明かしたという二つの理由とされています。実は、沖縄をはじめとする日本の琉球諸島は、中国が第一列島線として重要視している場所です。この第一列島線というのは、冷戦終結後の中国が対米防衛線とした九州から沖縄、台湾、フィリピンまで続くラインです。言うまでもなく、ここは中国とアメリカ、両軍の潜水艦が年中潜航行動を展開していると推測される海域です。だからこそ、あえて隠密行動という潜水艦としての第一義を捨てて、存在を公にしたのだということかもしれません。しかし、この事態に中国国内の一部のネットユーザーから多くの意見が湧き上がりました。以下にその意見を紹介しましょう。2日間も日本の潜水艦に追跡されたということは、こちらのオトモンは完全に把握されただろう。例えれば、パンツまで見られてしまった状態ではないか。ここまでやられるとは、昇級は本当に最新の源泉なのだろうか。オトモンとは潜水艦それぞれが持つスクリュー音のことで、潜水艦によって異なります。いわば、潜水艦の指紋というものですから、オトモンのデータがあれば、どの潜水艦なのかがわかってしまうのです。他国の領海を通過するときなら、浮上して国旗を掲げなければならないが、潜水艦が公海を潜航するときには、浮上したり、国旗を掲げることは、必要ないはず。あそこは公海だったのに、そこで浮上したり、国旗を上げたというのは、尖閣諸島での日本の主権を認めてしまったことにならないのか？我が国の潜水艦はまた浮上させられてしまった。情けないし、誠にみっともない。潜水艦のすべてのデータ、つまり行動の全プロセスが日本にバレてしまったということが最大の問題ではないか。日本の潜水艦に追跡された挙句、浮上。まるで白旗を上げて降伏したようなものじゃないか。世界一と言われている日本の対潜水艦能力。この作戦で我が国の潜水艦が浮上して国旗を掲げたということは、日本に対してこちらには攻撃力がないことを認めたことになるのではないか。つまり、日本の艦船による強制送還を受け入れたというわけだなどなど、中国が最新鋭を誇っていたはずの原子力潜水艦が日本の海事に浮上させられたことに、多くの国民が疑問と不満を感じたようです。軍事大国であり、じわじわと日本に圧力をかけていたはずなのに、
足を救われてしまったことで、自国に対して怒りを感じた人さえいたようですね。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本では原子力潜水艦を建造してもいいのではないのか？そんな意見が一昔前に浮上していた。だが、この原子力を使うことをためらう野党の猛攻で実現はされていない。しかし、時を超えて、今、原子力よりも強力かつ、高性能の潜水艦が誕生している。通常動力型潜水艦では世界でもトップだろう。だが、このリチウムイオン電池搭載潜水艦が登場したのも、2018年を流潜水艦の進水式で明らかとなった。その時、当然、世界は度肝を抜かれることとなった。一番動揺を隠せなかったのは、総合衆だろう。また、中国や韓国も、同様に驚いたはずだ。ハイブリッド方式の潜水艦が誕生した瞬間だ。この時、豪州がなぜ後悔したのか？そう、流型潜水艦の入札国に、日本の潜水艦が最後まで候補に上がっていた。だが、最後の最後違った方向へと向かった、豪州だった。では、その時、何が起きていたのか話していこう。この選考過程において、一時期は、日本の優位が伝えられていたこともあり、そう、流型潜水艦をベースとした日本としても初となる潜水艦の海外輸出の可能性には賛否両論の声が囁かれていた。しかし、2016年の決定以降もフランス湾のベースであるシェフラン級原子力潜水艦そのものの建造が予定よりも遅れ、かつ、日本が、その間に、欧竜を配備したことから、逆転受注の、可能性も噂に上った。個人的には、今更、フランス湾を保護にして、日本への発注のやり直しを、オーストラリア政府が決断する可能性は、甚だ低いと感じるが、何事にも、絶対ということはないため、ゼロとまでは断言できない。それでも、このタイミングで、もし、仮に日本案に戻りたいというのであれば、2016年時点で、一旦選考から外した日本案に対して、その当時以上に選択すべき、強固な理由がなければならないだろう。一説には、2016年の日本提案は、当時のディーゼル機関と、鉛蓄電池とモーター、スターリング機関を搭載する艦だったが、最新型でリチウムイオン蓄電池となったことに
その可能性を。見る向きもあるようだ。しかし、日本が最新式のリチウムイオン電池搭載型をオーストラリアへの輸出で提供することは、現時点では考えづらく、日本の潜水艦の優位性を信じたい層からの希望的観測とも、言えるものだろう。そもそも、オーストラリア海軍では、現行のコリンズ級潜水艦でも、その大半をアメリカの兵器システムの上で運用しており、その意味から同様である日本の潜水艦をアメリカも推していたと言われる。それでもフランス湾に決定したということは、日本の潜水艦では実現し得ない要素、潜水艦の機能そものもだけでなく、政治的な側面からの判断も大きく影響していると見る方が妥当だろう。このアタック級潜水艦計画が浮上してきた際に、政権の座にあった。オーストラリアのアボット首相は、潜水艦自体の兵器としての性能面に重点を置いていたとも伝えられているが、2015年9月に退陣に追い込まれた。代わって、政権の座についたターンブル首相は、そうした兵器としての潜水艦の機能面よりも経済的に悪化しているオーストラリア国内の雇用面への同計画の起用大きくせざるを得ない状況とみられる。つまり現地オーストラリアにおける完全な潜水艦建造の完結に前向きなフランスやドイツの提案の方向へ、日本の安否下げよりも、より大きな比重を置く選択となったものと、見られているのだ。この点、オーストラリア国内での完全な建造に対して、これまで武器輸出の実績もなく、さらにそれゆえに 100% の技術移転にも日本側が慎重な態度であったことは、想像に難くない。この当たり武器輸出国として、様々な経験を積み重ねてきているフランスやドイツは採用国が要望する技術移転についても落としどころを踏まえたある意味狡猾な立ち回りにも長けていると思われる。加えてドイツも含め日本の潜水艦提案よりもフランス提案をオーストラリアが選択したポイントは多用途に運用可能な潜水艦であるという点が大きかったのではないかと想像できる。これは日本やドイツの案は通常動力型の攻撃型潜水艦というパッケージだが、フランス案であれば上陸用の特殊部隊員を輸送可能であり、さらに対地攻撃用の兵装をも装備可能という多用途性を持つからだ。こうした一隻の潜水艦に多用途性を訴求する思考は多数の潜水艦を海軍の規模的にも維持することが厳しい国において見られる特徴ともいえ、例えばインドなどでも見られている傾向だ。個人的には、兵器としての一隻の潜水艦に、あれも、これもと詰め込むのは、結果としては、どれも全てが中途半端であり、運用目的の明確化につながらないのではと危惧するのだがどうだろうか。
ここまで考えると、オーストラリアが志向する多用途潜水艦としては、韓国が建造を進めているとサムアンチャン補給潜水艦が規模や、兵装としては、最も近い存在なのではないかと、すら思えてしまう。とサムアンチャン補給潜水艦は、これまで、ドイツの潜水艦を自国内で、建造してきた韓国が、その技術移転とノウハウを使用して建造している。艦であり、攻撃型にもかかわらず、VLS を搭載する重武装で知られる。ただし、軍事的には、このトサヌアンチャン補給潜水艦の有用性には多くの、疑問の声が聞かれてており、オールインワン的な潜水艦が果たして実用に応えるものかどうか、今後の収益状況が注目されるだろう。韓国は今まさにインドネシアとの航空機や潜水艦の輸出をほっこにされそうな状態でもあり、オーストラリアが望めばトサヌアンチャン補給潜水艦をベースにした安価な潜水艦を提案しかねないとも思える。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。今日はちょっと違った角度から韓国 F-35A 戦闘機状況を考えていきましょう。これを見た日本の反応も紹介しますね。2020年6月22日、韓国のチョンジュ空軍基地において、F-35A ステルス。戦闘機が離陸準備の作業をしていました。実は、この日の午後に訓練が予定されていて、合計7機の F-35A ステルス戦闘機が参加したそうです。今後、空軍は敵のレーダーに捕捉されることなく自軍の作戦を実行できる戦闘機 F-35A を40機ほど来年2021年までに実戦配備する予定としています。ただ、ここで少し問題というか課題があるのですね。戦闘機は通常の場合、分解整備や不具合の修理、時にはアップグレードを行う必要があります。国の防衛を担う重要な精密機械である以上、当然のことです。F-35A ステルス戦闘機は、アメリカの航空会社ロッキード・マーチン社製造の航空機です。相当高額で購入したと思われますが、戦闘機自体の設計図などは非公開です。言うまでもなく作ったアメリカとしても、優れた戦闘機の機密に触れる部分は公開したくないはずです。ですから、設計図も渡しません。そうなると、
アップデートにしても、修理をするにしても。購入した韓国ではお手上げになると思われます。もっとはっきり言えば、韓国では機体に触ることもできないのです。となれば、製造元のアメリカ、もしくは技術力に定評のある日本などで、整備しなければならない羽目に陥っているということです。韓国が日本に修理を依頼することは絶対にありえないでしょう。万が一、そういうことがあったとしたら、今までの様々な経緯を考えて、日本としては韓国の申し出を丁重にお断りすべきでしょう。その上で、他の国を探してくださいと返答するのがベストでしょう。今まで散々嫌がらせみたいなことをしてきたのに、困った時だけ。泣きつくなんて、勝手すぎる。日本ではやってあげません。どこか、他の国で修理したら?と、あからさまに拒絶すると、世界の目が。気になりますから、あくまでもやんわりとお断りした方が良いと、思われます。では、日本の反応を紹介していきましょう。韓国が新しい法案を作るらしい。戦闘機のメンテを日本では絶対しないことっていう法案。日本はアジアの整備拠点なのに、どうしても日本には来たくないらしい。戦闘機のメンテをするのが戦犯。戦犯って騒いでる三菱と知ったら、スピードアップして法案成立だね。日本が嫌なら、自国で太平洋を越えて、アメリカかオーストラリアか、もっともっとヨーロッパ、イタリアまで行って整備すればよいのに。その途中でレッドチームによって、ステルスの内部を見せて、情報を売って、購入資金に還元するのかも、などなど。かなり辛辣な感想が載っていますね。ちなみに、レッドチームというのは、この場合は中国、ロシアなどの共産圏を指して使っているようです。もともとの意味は、業務等を改善するために作られた、違う視点を持った。者たちのグループということですが、レッド赤、共産党という連想で、レッドチームという言い方になったのでしょう。アメリカ製のステルス戦闘機を購入するという韓国のこうした動きに、北朝鮮が黙っているわけはありませんね。韓国は我々、北朝鮮との融和を前面に出してきたのに、我々が信用できないと思って、やはり軍備増強に走ろうとしていると、金委員長は認識することでしょう。再び38度線に緊張が走るようなことが起こりそうです。また、もう一つ心配されることがあります。韓国が他の国にステルス戦闘機の情報を漏らしてしまう可能性が高いのではないかと推測されているのです。しかし、この辺はアメリカとしても十分理解していて、それなりの対応策を準備していると思われます。同民族である韓国と北朝鮮は他国に対して歩調を合わせることも多いので、アメリカも韓国と同民族である。北朝鮮を無視はできないはずですね。
日本の考えとしては、極東アジアの国々のパワーバランスを保つためにも、日アメリカ韓国 VS ロシア中国北朝鮮の図は維持したいはずです。今まで何回も動きがあった朝鮮統一ですが、もしも北と南が一つの国家になったとしたら、統一朝鮮の戦略として、日本やアメリカ、中国ロシアの対立軸に、自分の都合のいい時だけすり寄る国家になるでしょう。そして、取引を餌にした外交が展開されると予想されます。国の政治戦略としては、よくあるパターンではありますが、個人的には、コウモリ外交と表現したいところです。そして、統一朝鮮が激烈と、言えるぐらいの反日国家になることも簡単に予想できます。常に、上から目線で理屈の通らない外交を仕掛けてくる可能性もあるでしょう。国内の不満を外国への憎悪にすり替えるというのも、政治手法としては、古代中国の時代から存在していました。統一朝鮮内での国民の不満を日本に責任があると理由付けして反日運動を後押しするかのような振る舞いも今までの例を見れば朝鮮あるあるな現象です。そういう事実や想像から導き出される結論は朝鮮半島が分裂し、互いが戦争状態であることが日本、アメリカの国益になるということでした。さて、ここで再び F-35A ステルス戦闘機に関する掲示板の書き込みを紹介していきます。韓国が作るステルス戦闘機 F-35 は、グレードが一番低い。なんと、5段階中、レベル1。最低だ。どうして最低なのか。答えは簡単。価格がお安いから。つまり、予算が、少ないから多大な費用をかけられないということ。内部備品を節約しているのかも。しかも、韓国仕様の F-35 戦闘機は、レーダーやセンサーのレベルも低いんだよ。戦闘機の重要なソフトウェアのアビオニクスの性能も、びっくりするぐらい低い。最低のレベル1。やっぱり経費節約のせいだよね。アビオニクスというのは、航空機には必要不可欠な機器で、飛行のために使用される電子機器のことです。その中には通信機器、航行システム、自動操縦装置などが含まれています。羅列しただけで、これらの性能が低ければ、戦闘機自体の能力にも影響が出てくるだろうということが想像できますね。つまり、近代戦闘機のアビオニクスの性能が低いということは、その戦闘機は全然使い物にならないということなのです。ぶっちゃけてしまうと、韓国が作った F-35 ステルス戦闘機は見かけだけの、ハリボテというわけですね。